赤沼紅竹は、原竹木、ヌメリガサカ赤山竹属の菌類。英語圏では、バーミリオンワックスキャップとしても知られる。赤山竹属は明るい色のキノコが多く、この種の色は明るい赤から黄色に近い。広域分布種であり、世界の広い範囲に見ることができる。ヨーロッパでは草地、砂地の荒れ地、などで草の深い平地などで秋に見つかる。また、 オーストラリアでは、草地以外に、熱帯雨林やユーカリの森にも見つかる。赤沼ベニタケは1821年に、スウェーデンの菌類学者、エイリアス・フリースによって、アガリクス・ミニチュスの名で記載されている。ただし彼は1838年にハイグラファース、ミニチュスとその名を変更した。さらに、ドイツの菌類学者、パール・カーマーは1871年に、 この種を赤山竹族に分類した。ハイグラサイビーミニアタの種商名であるミニアタはミニチュが元であり、意味は円単で彩られたというものである。この種の傘は初めは満洲型である。しかし後期には開いて平たくなり、徐々にウェーブのかかった傘の端が見えるようになる。成熟してくると小実体の真ん中あたりがはっきりと吹けか。 鱗に覆われたようになる。この特徴は乾いた標本に典型的に見られ、雨が降るとわかりにくくなる。傘の色は朱色に近く、端の部分には黄色い線が見える。直径は0.5から3.5センチメートル。柄には翼などの構造はなく、長いものでは傘の直径の3倍ほどの長さで根元に近づくに従って細くなり、また平たくなる傾向にある。 色は、傘の色とほぼ同じであるか、わずかに、薄い色である。ダは、オレンジ色であり、自家製か、ややしで製。ダの間は広く、縁は、ギザギザしている場合がある。胞子紋は、白色で、楕円状である。胞子の大きさは7から 9x4 から5マイクロメートル程度。肉は、オレンジ色に近く匂いはない。 とても似た種類にハイグラサイビーヘリバイがある。赤沼ベニタケより季節に先立って現れ、酸性でない土壌を好む。こちらは、匂いは、ニンニクのような香りである。赤沼ベニタケは、世界的に分布する種であり、世界の温帯域の多くで見つかる。北半球では、英国、ヨーロッパ、アメリカなど、南半球では、オーストラリア南部や、東部のクイーンズランド、 ニューサウスウェールズ、ビクトリア、タスマニアなどで見つかっている。英国では、秋の、特に霜の降りない時期に見つかり、草の多い場所や、原野などの砂っぽい荒れ地を好む。稀にタンポポ類の群生地に見られる。オーストラリアでは、温帯域から亜熱帯の密林などに見られ、また、ユーカリの森や原野に生える。小実体は1月から6月に、落ち葉の上などに生える。 食用であるかどうかは知られていない。ABC ロジャー・フィリップス、マッシュルームズ、パンマク・ミラン、ピアニッシモ、P74、ISBN0 から330442376、AB デビッド・アローラ、マッシュルームズ・ディ・ミスティファイド、10スピードプレス、ISBN0 から898151694、レジス・コルチキュサ&、ベルナール・デュエム、ブリティッシュ。 バージョン1995マッシュルームズトードスツールズオブブリテンヨーロッパハーパーコリンズ ISBN00022222 アービトーマスラゾマッシュルームズドーリング・キンダースリー ISBN0 から751310700 AB ヤング AM、フンギ・オブ・オーストラリアハイグラ・ファラッチシロキャンベラ アクト、ピアニッシモ、P120、ISBN0 から643091955。ありがとうございます。